輝きが増してます。可愛いすぎ、43歳の足立由美変わらぬ見た目にファン驚き26年ぶり大河出演で話題。俳優の足立由美さんが9月27日にインスタグラムを更新。この年になってもまだ夢は叶うのだとコメントし、2025年1月5日から放送予定の NHK 大河ドラマ、ベラボー、スタジオ映画の夢話、 絵の出演を報告しました。画像、足達恵美さん演じる女郎屋の女将、律、左から4人目。足達さんが演じるのは、吉原の女郎屋、大黒屋の女将。同作は、江戸時代を舞台に、メディア王として時代の長寿となった出版人、蔦屋十三郎、蔦屋十三郎を軸に描かれるエンターテインメント。主演は、横浜流星さん。 脚本は大河ドラマ、女上手直虎、NHK ドラマ、大奥、シリーズなどの森下よしこさんが務めます。大河ドラマ出演は、1999年放送の元禄良欄、以来26年ぶり。足立さんが演じるのは、吉原の女郎や、大黒屋の女将女将である律で、NHK 公式サイトでは、以下のように紹介されています。 吉原の女郎や、大黒屋の女将として、駿河屋、高橋克美、松場奥照明牧造大文字屋、伊藤敦史、大木屋、山地和弘らと共に吉原を取りまとめ、スタジュ横浜流星の貢献となる。後に女郎屋を廃業し、芸奴の鍵盤となった後は、スタジュが手掛けた富本本やジョールリボンの出版に大きな影響を与えることになる。 年齢を重ねてきたんだな。ベラボーの出演を受け、今作では女郎屋の女将という役どころで、私も牛耳る立場の役をやれるようになったんだな、年齢を重ねてきたんだな、と改めて感慨深い気持ちです。とコメントした足立さん。ファンからは夢が叶ったことへの祝福の声のほか43歳となった現在も若々しい姿に、輝きが増してますね。年取っても可愛い人。 可愛いすぎるのだ、といったコメントも届いていました。